皆さんお祭りに夢中で、抜け出したこと気づかれていませんね。マジかよ。リリー、なんか性格変わったかい？強引になったな。アイナは遺跡の石像に手を触れた。もうほら、戦うこと前提やる、元気にしますからって。ゼットリングを通じて頭の中に声が響く？おー、来た。戦うのか？戦うのか、コケコと。あら、ルナーラ。なになに、なんなの？なんか会話しよる？ルナーラ、よかった。行くぞ。カプーコッコ。お、戦闘か。来たよー。勝手に連れてこられたよ、もう。カプコケコが現れた。これって捕まえれるんかな？捕まえれはせんのかな？わからねえ。とりあえずちょっとカビゴンで行ってみる？さあ行くよ、頑張るよ。一計カビゴン。え、カプコケコ何レベル ?60? 早い早い。あ、でも野生のカプコケコって書いてるけん、捕まえれるか。よし、行くよ。手加減で。カビゴン、手加減。自然の怒りとかもう、神様感超で取るやん。神様感。耐えてカビゴン。あ、全然余裕やね。よし、手加減。よし、これで行くよ。ハイパーボール、ハイパーボールなんかで捕まる？いけ！島の守り神ハイパーボールで捕まります？あ、あらまあ。やった、カップコッコを捕まえたぞ。イエーイ。なんかあっという間やったね。カップコケコのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。一気になんか守り神から普通のポケモン感が。周りに3つ。登録完了。あ、それぞれの島にカップなんとかっておるって言ったっけ。土地神ポケモンが登録されたろ。早速調べろと。メレメレ図鑑も折り返し地点。だいぶ埋まってきたろとね。イエーイ。カプコケコ、土地神ポケモン。目にも止まらぬスピードで敵を撹乱する。ひどく怒りっぽいが、なんで怒ったかはすぐ忘れる。え、アホやん。アホやないか。神様。ありがとう、コケコ。仲間になってくれて。お、なんだなんだなんだ。え、何の光？アユナの前にゼットクリスタルが落ちてきた。お？アユナはカップゼットを手に入れた。おー、マジか。アユナはカップゼットをゼットクリスタルポケットにしまった。カプコケコさん、これからはアユナさんと共に、さらなる高みを目指すのですね。よかった。心残りだったのです。アユナさん、広場に戻りましょう。お祭りを抜け出したこと、皆さんにバレちゃいます。勝手だな、なんか。非常に勝手だよ。お、戻ってきた。てか確実にバレるやろ、主役おらんし。むしろ気づかれんかった方が寂しくね。皆さんお祭りに夢中で、抜け出したこと気づかれていませんね。マジかよ。あ、バトルロイヤルがこれから始まるみたいです。お？おお、なんかすげえな。ロイヤルマスク来たよ。楽しそうだな、みんな。めっちゃ盛り上がっとるやん。あれ、ニャース？なぜニャースなの？みんな超ニコニコや。いいね、いいね、この雰囲気。え、なに、奥さんも正体知らんかったん？もしや。今初めて知ったって感じかな。どういう状況かがよくわからねえ。
まあ楽しそうだからいいかみんな。誰あのおばさん。まあさっきからこの子供たちもおったけ、見知らぬ人がおってもあれか。不思議ではないよね、別に。あら、カキが寝てしまっている。そんなところで寝たら絶対風邪ひくと思うんやけど。素敵なお祭りですね。皆さんとてもいい笑顔で。いつまでも何があっても、あなたはあなたのままでいてくださいね。だってアイナさんの笑顔は、皆さんを明るく照らすから。母様も来ることができたら、きっと笑ってくれたのに。母様、少しは良くなったんですよ。お祭りにも来ようとして。だから私、母様のしたこと、優しくたしなめたりしてるんです。あ、びっくりした。死んだんかと思ってよ。生きとんやね、ちゃんと。その中で、私がやるべきこと、私にできること、わかりました。何？アユナさん、私、お、また花火が、何、お祭り終了かな？おー。何、リーリエ。やっぱりいいです、って言いそうやね。ゆえや。お、終了した？ほら、みんなが喜んでるぜ。なんといっても、アローラで一番のトレーナー誕生だからね。俺、もっともっと、イリマさんたちと修行して、本気のじいちゃんに勝って、チャンピオンのアユナに挑むね。おう、待っとるよ。アユナ。いや、チャンピオン。君のパートナーもみんなに見せてほしい。島巡りの冒険で共にたくさんの発見と、体験をしたパートナーを。あ、カキ起きたん。さっきまでグーグー寝よったのに。うん、あなた輝いてる。ありがとうお母さん。お、なに、誰？ルナーラ？アイナさんの島巡りはこれでおしまい。あ、エンディングロールとかじゃないやん。チャンピオン誕生祝うお祭りは遅くまで続いた。とても楽しかった。皆さんに会えてよかったです。アローラでの出会いは私の大切な思い出。何、誰のセリフこれ？リーリエ？翌日。誰目線やった今の。私とは一体。え、なんかここでアイナさんの冒険はおしまい。次から私の冒険が始まります。とかリーリエ言い出さん。さて、今日は何が起こるかしら。お、誰か来たよ。あら、チャイム。きっと博士だわ。アイナ、ちょっと出て。ぬにゃー。久々だね、ニャース。もう入ってきとる予感がするけど。ほら、やっぱり勝手に。あ、ハウや。アイナー。なになに。大変、一大事だよ。ハウ君どうしたの？あ、おばさんこんばんは。今度説明するからアユナ連れて行くね。急がないと船が行っちゃうんだよ。何、船？何、どこに連れて行かれるの私。まあ行くけども、行ってきます。行ってらっしゃいって言った。ハウオリシティポートエリア。リーリエ、関東は遠いからね。時差ボケには気をつけて、関東地方行くん、リーリエ。バーネットのやつ、寂しいから見送らないって無理してるけど、許してよ。研究所のロフトはずっとリーリエに貸すんだってさ。だから研究所のロフト、また使っていいんだぜ。何？聞いてないよ。ハウさん、母様を治すために、そして何より、私のために、関東行きを決めたのです。アローラを離れるのはもちろん寂しいんですが、私、関東行きに胸を膨らませているんです。
素敵なポケモンさんと出会い、トレーナーになり、島巡りのように、あちこちを旅するのです。おー、なんかリーリーが強いよ。ってことは普通にジムリーダーとか倒して、チャンピオンロードとか挑むってことか。どんなことがあっても、私大丈夫ですよ。アイナさんや皆さんの笑顔をもらいましたから。ありがとうございます。だからまたいつか、アローラに来ますね。言いたいこと言ってないのに、だから、手紙送るからね。すっごい長いやつ。本当に長いの送りそうやね。はい、ハウさん、これを大事にしてくださいね。なに、私には?アイナさん、ちょっとくたびれていますが、私の宝物です。くたびれてる?おお、アイナはピッピ人形を手に入れた。ありがとう、なんか懐かしいわ、ピッピ人形とか。こういう時、さよならというのですね。違うよ、またねの方でしょ。ほう、旅立って言ってよ、リーリエが。まだいたのか。ん?もう船の中に、ルザミーネさんとかおるってこと?グラジオはどうだったんやろ?なんかリーリエだけが笑顔で旅立っていったけど。ぐすん。はう。涙こぼれちゃうよな。でも。大事な人を見送るときは笑顔だぜ。うん。俺、じいちゃんに会いたい。ああ、帰ろう。みんな待ってる。家族が待ってるぜ。あ、今アイテムが落ちとった。ね、ククイ博士の後ろに。さっきからとことん何も拾わせてくれないんですけども。どこここ?ん?あ、お母さんや。家か。あ、ここでの、エンディング?ってことはやっぱりさっきのモノローグというか、リーリエ目線やったってことやね。ここでアイノさんの冒険は終わりですって言った人。細かいね。ちゃんと結婚指輪とかつけとったんや。今初めて気づいた。ただいまー。あー、ニャースがかわいいよ。お母さん絶対若いよね、あれ。てか、この家族ってお父さんどうなっとんやっけ?なんかそんな話しよった?最初の方にしよったんかな?ん?あれ、リーリエのリュックじゃない?なにこれ?ん?あれはハウ?うわ、なんかちょっとキリッとしたね。あ、ハウから荷物が届いたんや。へぇ、後ろに飛んでるのは一体何?なんか映っとるよね。え、心霊現象じゃないやろ?すげえ、なんかハウがたくましくなったよ。あんな凛々しい顔しとんの見たことないもんね。さん、ん?なんか今度は窓から誰かが、あれかな、ポケモンスクールの生徒かなんか?みんなのそれぞれのその後って感じやね。え、あれからどれぐらいが経っとんやろ、これ。え、まあ多分旅立って速攻で荷物を届けたわけじゃないやろうけんね。あ、ハウがなんか大量の写真を送ったってことかな。みんな今こんな感じだよ、みたいな。自分だけじゃなくて。
そういうことしそうよね。ルガルガン。めっちゃよだれたれよりやん。みんなのとこ巡ってこうやって写真撮ってったんかな。てか仲いいなみんな。ね。このルガルガンちょっと顔怖い感じやけど、でも可愛いよね。おお。あれは弱足の集合体やったっけ？なんかそんな感じやったよね。あれの名前も弱足やった？すげえな、あんなの一人で釣り上げたとか。あのなんかところどころにこう尻尾みたいなの見えとるもんね。集合体ってことか。お、いいねいいね。カキは相変わらずな感じやね。え、でもあれ振り回しよったら、え、ガラガラのさ、あの骨の先についてるやつは普通に炎？青いよね、なんか。あれ炎やとしたら火傷せんのかな。まあ、でも実際に世界にもね、そういう芸する人おるし、当たらんようにこう細心の注意みたいな払いようにやろうか。絶対私には無理や。まあ、当たり前やけど。てか、どうやって骨が燃えようんやろ。骨って燃えるん？カキの方はわかるよ。普通に聖火とかと同じ感じやろ、あれ。お。二人は相変わらず仲いいのね。兄弟やったっけ？なんかそんな感じやったよね。え、てかこんなとこにも入ってって写真撮ったの？最後にはアイナも映るかな。なんか最後にバーンって映りそうじゃない？あ、てかリリエたちのその後も見てみたいんやけど、まあそれは無理なんかな。あら、ミミキ普通に普通にいるけど、そこにもうなんか子供たちの人気者やん。中身が気になるよね、中身が。ミミキの中身、外はなんかね、ちょっと下手くそな子供の描いたピカチュウみたいな感じの、可愛いけどさ。お、クチナイさんとペルシアン。うん、やっぱりどうしてもこのアローラのペルシアンは好きになれなかったなぁ。ニャースはとことん可愛いのにね。どうしてそんなに丸顔なんだ。間抜けにも程があるよ。後ろ姿になったらまだマシなんかな。正面から見たら間抜けでしかないもんね。あの本来のシュッとしたペルシアンが懐かしいよ。あれ、なんかあの人一緒におるやん。ね、冒険の途中であったよね。あのフラフラしよるっていう絵描きさん。あ、ここからちゃんと村というか町というか戻ってきたんかな。あれはバンバドロをモデルに絵を描き寄るってことかな。アプーが持っとるのは何？バンバドロをつないどるロープ？
あら、なんかグズマかっこいいじゃない。グズマは結局あの後どうなったん？ねえ、なんか、全くあの後出てこんなったけど。だってルザミーネさんを家に運んでいってっていうか、運んでいきなさいよ的な感じになって、その後一切出てきないやろ？どうなったんだよ、その後。なんかよくわからんポーズ決めやがって。まあ悪いやつではなかったみたいやけどね。あら、エーテルの皆さん。なんかキテルグマに肩組まれとるけど。ビッケさんやっぱり頭でかいよね。頭でかいっていうか、顔は普通にみんなと同じサイズやのに頭のボリュームすげえな。髪の毛どんだけなん、絶対爆発しとるよね、あれ。てか、あの右の人さ、写真の時ぐらい仮面外せばよかったのに、いかんのかな、なんか素顔を知られてはいけないみたいな。こんなところまで来たんか。やっぱりこれってさ、バッドボーイ、バッドガールがスカルダンになるんかな。なんかちょっと、バッドボーイ、バッドガールはちょっとなんか可愛らしい、やんちゃな感じの子やけど、それがなんかさらに、憧れてスカルダンに入るみたいな。違うかな。だって似すぎじゃない？てか、エンニュートがめっちゃ笑顔なんやけど。びっくりした。なんかグラジオ食べられよるけど。食べられよるけど。あ、なんか後ろに、あれ何やった？ツツケラと何やっけ。忘れた名前。最初の頃ツツケラめっちゃ出てきよったよね。あ、てかグラジオは、やっぱりアローラに残ったってことか。ね、関東行ってないんやね、一緒に。え、だってお母さんと妹は、もう向こうに渡っていってしまったんやろ？あ、言わん子は言わん子でちゃんとおるんやね。私なんか、ロイヤルマスクの仮面を、チラッとそこに。あ、ククイ博士帽子取っとる。いや、なんかね、ククイ博士さ、ルガルガン出してきたけん、まさかの、え、イワンコ進化させたって思ったけど、イワンコはイワンコでおって、別の、で、ルガルガンがおるんやね。ん？なんか終わりそうな予感。私は？私。最後？あら、リーリーとルナーラ。私の写真はないのね。みんなの輝く笑顔が、その笑顔がたくさんの出会いを作り、出会いが輝く未来を作る。なんかいいね、二人の絆が感じられるね、これ。みんなに会えてよかった。あなたに会えてよかった。あなたというのは？星雲ちゃんかな？あゆなかな？おー、いいね、いいね。これって3の方でも星雲ちゃんなんかな？だって多分3の方は3の方の伝説ポケモンに進化するってことよね。なんか星から月やけんあれやけど、星から太陽になるの？最後の最後で疑問。おー、ジ・エンド。おー、ちゃんと最後にはやっぱり3人の写真とかもあるんやね。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。